アラボーの初めての手話。荒川区では荒川区手話言語条例を制定。手話は言語であるとの認識のもとに、誰もが幸せに暮らせる地域社会を目指しています。手話を勉強中のアラボー、今回もわからないことがあるようですよ。ということで、アラボーは荒川2丁目アクロス荒川へ。アクロス荒川の正式名称は荒川区立障害者福祉会館。障害のある方の社会参加を支援する地域拠点です。障害のあるなしの枠を超えたコミュニケーションの場として、誰もが使いやすい優しい施設となっています。いや、こんにちは。今日はどうしたの？とアラボーに手話で話しかけてくれたのは、荒川区聴覚障害者協会の大石会長。アクロス荒川をよく利用しているんだそうです。今回はアクロス荒川の聞こえない人や聞こえづらい人のためのバリアフリー対応について紹介しますね。ということで、会長が施設を案内してくれることに。まず電子掲示板、イベントの案内や緊急情報などが掲示されています。窓口支援サービス、窓口に設置されているタブレットを通してコールセンターへテレビ電話をつなぎ、画面越しにオペレーターが手話通訳を行います。災害や緊急時に役立つのが警報器。災害が発生した時など光って回る仕組みになっています。こちらはアクロス荒川の会議室やトイレなどに設置してあります。アイドラゴン4は手話と字幕の番組、目で聞くテレビを見るための専用受信機です。オリジナルコンテンツは24時間見ることができます。また地震や台風などの緊急災害放送があるときは、地上波の番組にリアルタイムで手話通訳や字幕をつけて配信します。その通りです。荒川区聴覚障害者協会をはじめ、多くの障害者団体が集まって活動をする場所です。さて、この日は中途失調難聴者荒川小鳩の会の皆さんが集まっていました。小鳩の会は毎月第1、第4土曜日にアクロス荒川や近隣の広場館、ふれあい館で活動を行っています。この日、会場に設置されていたのはヒアリングループ。聞こえにくい人の聞こえを支援する設備で、磁界を発生させるループアンテナを通すことで、目的の音や声を聞き取りやすくするシステムです。ヒアリングループはアクロス荒川の施設内であればどこでも使用できます。施設予約する際にお申し出ください。今回は大石会長にアクロス荒川という手話と災害に関する手話を教えていただきました。アクロス荒川、これは指文字のアとアをクロスすることでアクロス荒川とします。もう一度、アクロス荒川。これは地震です。建物のもう地面が揺れている様子ですから、これが手話の表現としてはこれが地震です。台風、
これは何ですか。台風の目ありますよね。イメージわかりますか。台風、こうくる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 回ってるようなイメージです。これが台風です。荒川区では手話講習会をはじめ、要約筆記を学べる団体や手話サークルがあります。ぜひ興味のある方は参加してみてくださいね。アラボーの初めての手話、今回はアクロス荒川のバリアフリーって何をお送りしました。